決定的なことを言ってしまうと、はい、お金がお金を稼ぐ時代がもう終わろうとしていますよ。現金資産でこれからね、はい、稼いでいただくっていうようなイメージがどんどん薄らいできました。金での決済が、まあ、今そういうリゾート中心に普通に行われてすでにいるんですよ、はい、ということね、はい、ということは今まではユーロ建て、ドル建て、パウンド建、ね、て、はい、円建て、まあ、いろいろありましたけど、ついに金で決済を始めた。はい、と皆さんこんばんは、ヨンソです。こんばんは。本日はバリの兄貴に来ていただきましてありがとうございます。大喜利どうも皆さんこんばんは、ご無沙汰でした。はい、ということで本日は、うん、兄貴のご邸宅のザコーストの方にお邪魔して、はい、久しぶりの収録でございます、うん、ありがとうございます、はい、よろしくどうぞ、はい、まずですね、はい、報告がありまして、おなんとこの度5月の27日に、はい、角川さんから、いや、楽速読という本が発売されることになります。ああ、いえ、すごい。はい、第2弾という。第2弾ね。はい、まあ、今回は実は、本業である、楽読に関する本を出すことになりまして、はい、意外と視聴者の皆さん、僕が速読屋さんということをご理解してない方たちが多くて、はいはい、分かれへんもんね、そんなんね。どうしたら急になんで速読の本なんですか、はい、みたいな。はいはい、実はね、楽読っつってね、はい、速読の大将なんですよ。はい、まあ、大将はうちの奥さんなんですけども、奥さんなんですけど、はい、まあ、僕もこの仕事に関わって10年経ちまして、うん、まあ、その集大成ということでね。はい、まあ、楽読も来年あの20年を迎えるということで、まあ、今回は医学博士が脳科学的な側面から楽読っていいんだよっていうことで、お体にいい楽読っていうね。そうなんですよ。まあ、誰でも楽にね、簡単に読む速度がね4倍になって、はい、まあ、さらにね、こう脳が活性化されて、うん、ね、よりこう明るく前向きになっていくんだよっていう本なんです。すごい、はい、これはもう買わなあかんね。で、あのクラウドファンディングねスタートしておりますんで、あら、はい、あのこの本をね10万人届けようということで、すごい、はい、皆さんの応援いただいてね、はい、この楽速読で明るく元気になる人たちをね、たくさん増やしていこうというふうに思ってます、はい、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、よろしくどうぞ。はい、ということで本日ですね、はい、マルさんをお迎えしまして、どのようなお話をしようかと思いますと、お7月の3日に縁がとうとう、はい、ついに診察に切り替わるわおというタイミングが来ておりまして、はいはい、来ておりますな。まあ、去年からね、いろいろこう経済のことについてのお話は、うんうんうん、まあ、着々と実はね発信させていただいてるんですけども、うん、はい、いかんせん僕のイメージなんですけど、うん、感覚なんですけど、うん、日本の皆様が危機感がないように思うんですよ。まあ、薄いな。なんかコメントとかいただくことも、うんうん、なんか危機感ばっかりあおって、うん、何も変わらないじゃないのっていうこともおっしゃる方がいるんですけど、はい、実は内情を見ていくと、はい、着々と実は、はい、紙の資産の価値がどんどん薄くなってきて、うん、はいはい、なってますな。現物資産の、うん、実は価格がバンバン高騰してきて、そうよね、はいはい、そういうことっていうことが起きておりまして、まあ、買えなくなるっていうことね、はいはい、いろんなものが手に入れにくくなります。そうですよね、はい、だからまあ今ね、まあ、資産家とか多分お金持ちの方とかね、うん、これバリ島にもたくさん、うん、はい、まあ、ロシア、うん、まあ、中国ね、ウクライナ、うん、いろんなね世界中の方たちが集まってくる、集まってこのバリ島にいる、はい、まあ、マルさんだからこそ分かるね、うん、まあ、お金持ちたちの動きも含めて、はい、まあ、ぜひね今ちょっと世界の経済、これから情勢がどうなっていくかということをお聞きしたいと思いますので、うん、そうやね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、まずね支払いっていうのがあるよね、うん、皆さんね支払いっていうのを余儀なくされる状態、うん、はい、ね、あ、まあその部分に関しては、はい、これはキャッシュです。キャッシュ、はい、はい、必要やからねもう、はい、うん、まあそう求められているのがキャッシュやから、はい、もうやむなくキャッシュという意味なんですが、はい、支払いが毎月ねこれぐらいあるねんと、はいはい、ね、ほんな向こうね1年2年の間はね、はい、なんとかね、まあ、潤沢に現金資金を用意しておかなければならない、はい、はい、これはやってください、はい、ね、これじゃないと迷惑かけるからね、はい、でもそれ以外の、うん、まあ、余剰資金、はい、ね、まあ、貯金って言われるものがあると、はい、これもなんか用途がないねんと、はい、ちょっとパッとせんと、はい、何をこうていいのかと、はい、兄貴金金言わはるから金こうてみたけどと、はい、それは残ってきます、ちゃんと残りますよ、はい、
僕はやっぱりそのロシア、ウクライナの人たちがやっぱり徴兵を免れるためにね、うん、どんどんやっぱり、はい、自分の船とか、はい、そういうのをまあ利用して、はい、インドネシアに渡ってくるんやけど、はい、その人たちがじゃあ何で決済を売っているかって言ったら、はい、実は純金です。純金で、はい、純金の、まあ、インゴットとかねプレートを持ち込みになって、はい、それをまあ銀行で換金するなどして、はい、もしくはまあ不動産取引やっているカウンターに行って、はい、そのままこれでねどんなビラが買えますかって、はい、こういうことは、まあ、よくよくね僕もずっと聞いてきました。あ、もう金を持ち込んで、はい、金で何か買えませんかみたいな、はい、もうルーブルの取引がねやっぱり、ね、はい、もうイランとか、はい、よっぽど仲良しラブラブじゃないと、はい、なかなかね成立しないもんですから、はい、今日ね、だからまあそういうふうにもう今金で、まあ、お金持ちはね、はい、みんな船を持ってるもんですから、はい、でそういうのでやっぱりちょこちょこ寄り持ってね新興国、うん、まあ新興的なね仲間、まあ、仲良しの国に寄り持って給油し持ってやってくるわけなんだけど、はい、まあ大きなヨットとかねどんどん入ってきてますよ、うん、でそういうのはみんなねやっぱり金です。金で決済を行っていますよ、はい、ということなんですけど、うん、やっぱりこれはね、うん、ということは僕がずっと言うてるね1280円の時から言うてる金が、はい、そうですね、ね、それコートケと、はい、もう早くコートキっていうのをずっと言い続けてきましたけど、はい、今日ね1万2000を超えようかとしてるね、うん、だからまあそれね僕2万円いきます、もうきっぱり言います、うん、行くんですが、はい、これはね金を受け取る側がもうどん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 増えてるってことやね、世界で需要が増えてくる、はい、増えてるんです、増えてるんです、はい、増えていってますよと、なということはこれも絶対必然的に上がりますよと、うん、はいはい、金での決済が、まあ、今そういうリゾート中心に、うん、はい、まあ、普通に行われてすでにいるんですよということね、うん、はいはい、ということは今まではユーロ建てドル建て、うん、パウンド建、ね、て、はい、円建て、まあ、いろいろありましたけど、うん、ついに金で決済を始めたということがもうすでにあると、はい、ないんじゃないよと、はいはい、そういうことをご理解いただきたいと思うんですね、うん、でそしたらね、これ金で現物なんやね、はい、これ焼いてもなくなれへん、うん、焼ききれへんわけやね、じゃあお金は、はい、ね、もう燃えてなくなる、消失するんです ね、はい、ほんでもうびしょびしょも困るしね、うん、どっちかやったらこうなくならないもの、うん、ね、人的になくすことのできないもの、はい、これが価値を異常な価値を高めてきましたよ、うん、でそれとあと食料、ね、はい、今後やっぱり食糧難にやっぱりどうしてもまあ導かれるとかなってしまうんですね、はいはい、でこれはどうしてもやっぱり買い負けるという事例ね、うん、今やっぱり僕ずっとこのね5年間言い続けてきましたけど、はい、やっぱりね新興国家において消費量が高まってる、うん、まあ、消費率が高まってるわけやね、はい、例えば10年前に産声を上げた人がもう10歳になっとるわけや、はい、そうですね、そういうことですね、だからそれがもう異常な速度で、ね、はい、20歳に達しようとしてるわけね、うん、そうしたら今どっちかというと離乳食から始まった皆さんが今日きちっとね3食食べるようになりましたよということなんですね、はい、うん、でそれがね、まあ、ケロクで頑張って乗り切るときはいいけど、はい、そういうんじゃないよと、こっちはね、うん、新興国家っていうのはほとんどが米、小麦、うん、穀物作ってるんですよ ね、メキシコなんかトウモロコシなんか食べるんですけど、はい、でそういう需要がものすごい高まってきたっていうことは、うん、我々先進国でいうとこの購入もういろんなものがどん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 ね回ってこなくなりつつありますよ、これ消費者の皆さん先輩方が言ってます、はい、でこれ役員の方々ですけど、やっぱり買い負けると最近やっぱり中国インドにかなわないわけやね、でインドネシアもそこそこねあの大量買いをするんで買い付けするんで、でそうなってくると薄利多売が効かなくなってるね、でこれ20年前で申し上げるとどっちかやったら、まあ、消費が今の2倍ぐらい近くあったん、はい、日本は、でそれがやっぱお年を召したことで我々の先輩方がね、まあ、もうあんまり食べんでもいけるわとぐらいになってきたんですよ、そうしたら、まあ、消費しなくなるわけ、うん、でこれ消費しなくなったらいつまで薄利多売できますかっていうね、今最安値先進国の中では食料品というのは最安値をキープしてるんですよ、はい、日本ってこれいつまでも安いかな、無理やな、うん、そうですね、はい、無理になってきました、うん、ね、だからこれがどん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 上がり続けて、うん、まあ、給与所得はなかなかねやっぱり株っていうのはね、うん、やっぱり欧米社会に牛耳られています、はい、日本はね、だから周りに来なくなるっていうことはやっぱり農作物を急いで生産、うん、でまあ、生産性を高めるとか努力しないといけないね、うん、ほんでやっぱり今までね食べて捕食してこなかったアイナメーカーシラノ類とかね、うん、本当近近海のね、うん、魚をやっぱり釣り上げて食べるような努力とか工夫をしなければならないし、はいはい、テトラポットに張り付いてる貝でね出汁を取るとか、いや新たな工夫を余儀なくされるように僕は思っています。うん、なるほどです ね、だからまあロシアも実はウクライナの戦争の前から、うん、まあ、予期してたかどうかわからないんですけど、はい、金をかなり溜め込んでいて、はい、溜め込んでる、金の保有量どんどん上がってきます、はいはい、
まあ、インド、中国はじめブリックス諸国ってどんどん金、うん、さらには銀の保有量も高めていってることで、うん、去年インドがなんと年間で1700トンの銀を仕入れて、うん、はい、もういよいよもう紙のペーパーの資産がもう消えるということで、うん、まあ、いわゆるドルの体制が崩壊するということを予知してて、もう一回元通りになっていくわけ。そうですよね、うん、本当に価値あるもので取引を、はい、せざるを得ない。価値あるものじゃないと、まあ、当てにならんと、はい、経済的に ね、 そうですね、紙なんか持てる場合と違うと、こういうふうに、うん、まあ、民間がなってきてるわけよね、はい、いや本当そうです。だから今ね、インドなんかで貴金属店の前にね、うん、長蛇の列で人が並んでるのを、はい、なんか動画で見つけて、うんうん、結果的にもう紙が信用ならないんで、はいはい、紙が入ったものは全て現物に変えていくっていう。ただしインドって人口めちゃめちゃ多い割には、うん、貴金属がそれほど国内に需要がないんで、うん、長蛇の列なんですよ。いやもうだってね、国連でもうね、はい、もう延々会議やってきたわけや、はい、経済フォーラムでもずっとやってきて、今後やっぱりね、紙の材料、はい、原材料、まあ、プラスチックもいろいろやってみたけど、うん、これもあかんと、はい、長持ちせえへんと、こんなもんがなんかね、うん、お金として、はい、まあ、流通するようなイメージがないと、長年にわたって、はいはい、でこう森林伐採とか森林資源の破壊とかね、もう深刻です、うん、このままじゃ酸素浄化できなくなるだろうし、いろんなね、大問題があるよ。温暖化ももちろんそうやけど、うん、温暖化を進めることで、北極、南極は凍り始めるっていうね、うん、もうこういうようなことも、まあ、まあ、科学者の間で言われてます、囁かれてます。で、それがもう始まったとも聞いてます。ね、はい、部分的にね、もちろん部分的。でも部分的に始まったことなら、全体的に波及しかねないわけよね。はい、うん、だからこれからはやっぱり紙の時代がもう終わると、うん、いや本当にあのセンサーさんもね、僕お友達があってね、はい、この間からそういう会議やってますと、うん、紙をいかに何に変えるかっていうことね、はい、やっぱり必要やからね、うん、全くないんじゃ困るから、ね、どこにその紙を、ね、集中させるかっていうね、うん、ここだけは残そうみたいなね、はい、やっぱりあるんですよね、世界的文化的にね、うん、だからやっぱりそのね、金とか銀とかね、どんどん集めてっていうのは、はい、ブリックス機構が基本的にブリックスのグループがね、うん、いや実際実際価値あるもので取引、まあ、交換しよう、ね、そうですね、はい、っていう動きが今もう盛んです。うん、だから日本置いてかれないようにしないとダメやで、ね、いや本当そうで、うん、だからまあ日本の皆さんに僕は理解してほしいなと思うのは、うん、もちろん今ねスーパーに行けば物も溢れてるし、うん、それなりの価格で購入できるんですけども、うん、それがなぜ可能かというと、うん、円がそれでもまだ価値があるっていうことで、うん、その円をもってして、まあ、海外から物を輸入できますよっていうのが、うんうん、あとは経済が成り立ってるのも円ありきじゃないですか、うん、はい、でもこの価値がもう今どんどん薄くなってきて、うんうん、まあ、円が今160円前後推移してて、うんうん、もう海外に行っても日本の円って本当に今一番先進国で通貨としては弱いわけじゃないですか、はい、弱いね、これがどん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 薄くなっていくと日本の円をもってして物が買えない、うんうん、もっと言うなら、まあ、マラさんが先ほどおっしゃったみたいに、うん、先進国じゃない後進国の皆さんも人口増えてきた、うん、自分たちの懐とかね、お腹の具合は自分たちの自国民を食べさせるものってなった時に、はい、もはやもう外に輸出してお金儲けをしようという発想よりも、うんうん、自国で自給率を上げていきながら、うん、生産性を高めていくっていうことにシフトしてるわけじゃないですか、うん、そうやね、だから日本の勘違いはね、うん、やっぱりずっと買い続けることができるんだとした勘違いだよね、はいはい、うん、いやそんなことね、もうほんまのこと言うとアホでも分かりそうな、はい、いやちょっと待ってくださいと、子どもの、ね、出生率中のを調べると年々上がってるわけで、下がってなんかないよね、下がったのはまあ中国ぐらいのイメージで、どんどん新興国家は上がってます、うん、でそれらの人がやっぱり20歳にもともなろうとか、ラグビー部やったらどないやっていう話、うん、うね、どんだけ消費するんやっていう、そんなの輸出なんかままならないですよ、うん、まあ、対外的にやっぱり問題がね起こるっていうのは、どっちか言ったらまあ時間猶予のあることで、体内的に国内で問題があるということは直面するわけやね、そうですね、あそれはもうその暴動とか嫌やからね、やっぱり、うん、だからまあやっぱりインドネシアの皆さんもやっぱりね、これ以上輸出を続けることはできない品目が年々増えているっておっしゃってます、はいはい、だからもう一方ではやっぱりこう気候変動とかそういったもので、うん、今アフリカなんかでもね、うんうん、こうカカオがもう取れないよ、はい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 、もうカカオの値段がもう右肩あたりでえぐいことになってる、はい、もうチョコレート食べれなくなるよね、あとコーヒー豆、はい、これももう市場で先物方で最高値も毎日ように更新してる、うんうん、そうね、バニラもそうですよ、だからもういろんなものがやっぱりね、今まで豊富にあったものが、はい、ね、やっぱり地球の気候変動とかね、
雨降ってたところで降らんようになってしもたり、はい、あの地下水が枯渇するようなことはアメリカでもね、まあ、あのたくさんなってます、うん、世界中でどんどんそういう風になってくるんで、うん、今までがその想定内がものよっぽど広いことにないと、はい、まあ、想定外になるんだろうなっていう話ですよ。だからまあ皆さんもね、本当に今はもう本当価値あるものに変えといていただいて、はい、まあ円をっていうお話ですよ、うん、僕はねやっぱり日本はね地震も、はい、揺れたりするし、はい、ね、ほんで台風もね大きいのが来るというようなことが予測済み、うん、だとしたらもうやっぱり缶詰とかね、うん、どっちみち必要なものならね、はい、1年周期でお買い物された方がいいと思いますよ、うん、気持ちのするもんね2年3年と持つものなら1年周期でも買いだめとくということをもう即刻スタート切った方がいいんじゃないかなというふうにこんなふうに思います。いや本当にそうですよね、うん、だからまあよくよくね、うん、まあ、コロナが明けてもうそろそろ2年ぐらいになると思うんですけど、うん、はい、なんか今の日本の状況を見てるともう、うん、僕はの考え方ですよ、完全にもう仕組まれてるなと思って、いやもうやられっぱなしやね、もうコロナの前にだいたい株価が2万ちょっとぐらいのところから、うん、今まあ4万円超えてるわけじゃないですか、はい、まあ、その間にねこう円をバンバンするってドルもバンバンするわけじゃないですか、うん、そうやってどんどんお金膨らまして、うん、それを投機にどんどん回していくから、はいはい、コロナの間に株価どんどん上がっていきますよって、うん、その一方で中国でねチャイナショックみたいなの起きるから上海に投資してたのを今度日経のところに投資してて、うん、バンバン上がってる、円安になってる、うん、今日経225の投資家の7割8割がもう外国人が買ってるんですよ。そうですよ、はい、だから結果的に株をさらに買い増しされてる、うんうん、でその日本人のお金がどんどん海外に吸い上げられてる、うんうん、挙句の果てにはNISA、うんうん、あれをもうバンバン国が推奨してて、はい、日本人が自分たちのお金でアメリカの株をどんどん買い増して、うんうん、まあその影響かどうかわからないですけどアメリカの株も4万ドル超え、うんうん、でもアメリカ物価がもうバカみたいな高い、はい、そう、サンフランシスコ治安悪化の家賃に高騰しすぎて、はいはい、人が住めないような状況に、はい、西海岸で恐ろしい勢いでホームレス増えてますよ、はい、暮らせないね、自分の国にね暮らせないっていう状況は、はい、政治いろいろね含めて失敗ですよ、うん、政策の失敗ですよ。だからそういうふうに日本もならないためには、はい、やっぱり自分たちで価値あるものに円というものを変えておくっていうことじゃないかなというふうに思いますよ、うん、だからそれやったら円が多少価値を失ったり損ねてもね、はい、やっぱり自力でなんとかっていうね、そういうイメージがやっぱり国にもね、はい、大きくないとダメだと思いますよ、うん、だから世界の資産家の方たちも今ね、うんうん、やっぱりこう、まあ、いわゆるポートフォリオって資産を分散させていく上で、はいはい、住む場所のもう分散させていくっていうことで、うん、アメリカの方たちも、はいはい、例えば日本に土地持ってみようとか、例えばまあバリ島でもいいですし、はいはい、まあ、安全安心な場所、水がある、空気がある、はいはい、食べ物があるっていうところに、うん、もうお金を投資し始めてるんですよ。もう今ガンガンこっちにも入ってきてます、ね、はい、だからまあ皆さんもなんか日本だけにとどまらず、やっぱり今だからお金が効いてるうち、うんうん、価値があるうちに交換しておかないと、はい、もう買えなくなるよね、ジンバブエになってるみたいになるし、それも最悪やん、100兆あっても何も買えない、いや本当にそうやね、状態になりうるわけだ、アディダスのバッグパンパンでコーヒーいっぱいやったから ね、いや本当に、だから日本意味がないね、そうなんですよね、それやったらまだね銀貨とか金貨持ってる方が一発で食事できるわけや、はい、止めてもらえるわけやね、ペラペラでいいんですよ、うん、今度は例えばワンゴールドという通貨になったとしましょう、はい、どこかがワンゴールドっていうのは、じゃあね、うん、これはまあ1グラムですよとか10グラムですよとかね、はい、もうグラム数なんね、対価が、はい、重さなんですよ、うん、でオンスや要するに、はい、カラットと一緒、うん、だからそういうことがやっぱりね、もうこれからまあ標準化していこうとしていますよっていうことなんですね、うん、あとはもうデジタルや、やっぱりな、はい、だからまあデジタルにせざるを得ないのはもちろん地球環境破壊とかね、うん、いろんなまあ経済のね、うん、経済破綻するところも今後増えるでしょうと、うん、こういうことなんですね、やっぱり薄利多売が効くところ効かないところでは大きな力の差があってね、たくさん一気に買えるところに物は流れるんですよ、うん、これ電気と一緒で、はいはい、たくさん電気を引き込んでるところに電力っていうのは流れやすいんですね、うん、ということは少し小規模しか買えないところにはやってこないんだよっていうことね、はいはい、だからこれからこの今ね80代70代もお年寄り本当に多いんだけど、はい、これから僕たちもどんどん年老いていく中でね、うん、その日本の友達のことが本当に心配で、はい、いろいろまあ話もしょっちゅうするんですけど、うん、やっぱりそのうちも買えなくなるんだろうねって、私たちがいなくなったら、うん、
今後、うん、消費率が3分の1に低迷したらね、日本がもう回ってこなくはなるんだろう。ということは、うん、自主生産性をやっぱり高めていただいて、うん、逆に日本は輸出大国を目指すぐらいのイメージでいかないとまずいんじゃないでしょうか。そうですよね、うん、だからまあ多分デジタル通貨に変わっていくのは必然的な流れで、はい、ある種まあデジタル通貨での決済っていうのはまあ、小規模決済というか、まあ、日常的に社会生活の中での決済はそれで行うけども、もう大きな取引とか、まあ、そういった、ね、ものっていうのは基本的にもう現物、はい、もう金とかそういったものを基軸にした交換でないと、はいはい、もう手に入らない事態にもなりますよね、これ。なっちゃうね、はい、なっちゃうと思いますよ。だから便利とかね、合理的なことを優先してきた結果が、はい、やっぱり今日を、まあ、生んだだと僕は考えてるのは認識してるね。だからその合理的に物事を進めようとした形ではなく、はいはい、やっぱりこれだけはっていうね、これだけは大切に、ね、うん、温存できるものを皆さんが、世界の人が手に入れようと今されているように思いますよ、うん、だからこれからそういう世の中とかそういう思考がどん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 世界に蔓延していくもんだというふうに考えます、うん、はい、残るものね、残せるものをやっぱり手に入れる、うん、はい、これがもう当たり前の思考に変わりつつは、まあ、あるんだなということです、うん、そうですよね、うん、だからまあそういった紙の資産っていうものがどんどん薄くなっていくことで生まれてくる、まあ食料の危機とかそういったことを想定したときに、やっぱり特に都会とかね、生産地から遠いところっていうのは特に物が集まらないようになるわけじゃないですかね。でもまあいわゆるこう戦争の時を想定してもらうと、うん、日本も戦時中っていうのは疎開っていうふうに、田舎に全部行くことによって田舎で自給自足されてるおじいちゃんおばあちゃん農家さんがたくさんいたんで、はい、まあ、そこから食べ物を分けてもらって、はい、まあ、それでもなんか上をしのいでいきながら子供たちはね、復興を成し遂げたわけじゃないですか、はい、うん、はい、でも今ね疎開する場所がもう日本もう人がおらんからね。そうなんですよ。だからもう本場はね、そういうところを国がね斡旋するぐらいのね、うん、勢い出していかないと、まあ、残り、ね、16世帯あるとか言ったら、ね、うん、そこどんどん増やしていくようなことをやらないと、うん、もう電力も分断されるだろうし、もうこれ以上続けることができないからね。でもその人たちにお知恵を拝借するようなことがないと、はい、今後日本はますますやられっぱなしになるんじゃないかなというふうに思います。だから日本のね、今ね、田舎とかに行くと、うん、どんどん農地とかも外国人にもどんどん買われてるみたいなんですよ、はい、ね、はい、だから彼らも、まあ、非常事態だもんね、うん、やっぱりこれは別に日本だけの問題ではなくね、はい、やっぱりそういうね、まあ、今有能などっちか言ったら今これからね、やっぱりその資産に変えておくっていうことは世界的に進むと思いますよ、うん、いや本当に。ただね、まあ、頑張り続けるってことだけは余儀なくされるだろうと思うんやけど、その日もう暮らしていかなならからね、はい、うん、だけどやっぱりね、その余剰資金っていうのはどん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 現物に変えられていくんだろうなっていう、こんな風潮です、うん、そうですよね、高まってます。だからまあ備えあれば憂いなしということで、うん、もちろんね、それが起こらない未来もあると思いますし、はい、起こる未来もあるとしても、うん、やっぱりこう我々っていうのは、まあ、転ばぬ先の杖じゃないですけども、はいはい、そういうことです。やっぱりしっかりと二足のわらじ三足のわらじということで、はい、何があっても生きられるっていう、何かやっとかないとね、食べられないと死んじゃうわけじゃないですか。死んじゃうよね、水飲めないと死ぬわけじゃないですか、はい、でもその汚染した水を飲んでも、うん、それで体が悪くなるっていうことを考えたときに、はい、やっぱり今のうちから水があって、うん、食料があって、うん、はい、まあ、そこに人のつながりがあってっていうことを、うん、もうずっとおっしゃってるんですけど、はい、もういよいよ取り戻していく。これ言うとよくね、もう危機が煽ってるとかよく言われるんですけど、いやいや、また来てないじゃないのとか、ね、そういう人は助からない人です、うん、そうですよね、助からないと思いますね、今回はね、本当に、うん、だからこれから本当にね、その自給自足的なこともやっぱり考えておかないと、はい、自分の村町を後にせなならん時がやってきますよっていうことですね、うん、だからまあ3分の1ぐらいしか実はね、助からないっていうような試算も、うん、今の日本では出てたりするわけなんですけど、はい、うん、まあ、それはやっぱりもちろん今の生産量とか自給率とかを考えていろいろ計算したらそうなんですけど、うん、はい、でもみんなの意識が変わって、みんながそれなりにね、うん、あの食べ物を自分たち自給しだすとか、田舎に行って農業をしだすとか漁業をしだすとか、はい、日本って豊かじゃないですか、言っても海に囲まれてて、うん、はい、まあ、そういったことをやっぱりやっていかないと、うん、本当にいよいよの時にいつも困るのが準備してない人じゃないですか、うん、まあ、決定的なことを言ってしまうと、お金がお金を稼ぐ時代がもう終わろうとしていますよっていう、こういうヒントをね、僕はあの皆さんに申し上げたいと思います。そうですよね、はい、だから皆さん必死にね、うん、今稼いだお金、紙の資産っていうのはシステムのがあるがゆえに使えてるだけで、うん、
そのシステムがなくなったときに、じゃあ果たして皆さんがね、はい、何をもって皆さんは生計を立てて、うん、自分たちの命、家族の命を守っていくかっていうことを考えたときに、うん、はい、まあ、これは本当に真剣に考えるべきときに、うん、もう来てるから、準備はしておいてほしいなと思うんですよ。うん、そうなんです。だから、うん、まあまあね、何回もご覧いただいて、はい、何回も何回もご覧いただいて、うん、まあ、納得のいくまで、うん、はい、した方がいいですよ。そうですよね。うん、あのやっぱり助かる方が助からないよりいいわけで、だからそういう現金資産でこれからね、はい、稼いでいただくっていうようなイメージがどんどん薄らいできました、うん、じゃなかったらリーマンもねゴールドマンもね、はい、あんなことにはならないだろうし、そうですよね、いや本当そういう時代がねようやく終わりで、まあ、実践社会というかね、本当に働いて、まあ、頑張り屋さんがやっぱり稼げる時代を、やっぱりね、世界というか、まあ、神やな、これは。そうですよね。もう神様、もうバチ当たり始めましたよっていうことですね。だから、まあ、頑張った人が豊かになれる。ね、なんかこれは当たり前のことやねんけどね。うん、そうでなかったから、うん、あ、本気で怒ってますよと。そんな風に僕は捉えてます、うん、そうですよね。だからまあこれをね見てる皆さんも多分過去の動画見ても何年か同じことしか多分発信は基本的にしちゃなくて、はい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 、それが現実味を少しずつ起きてきてるって、そうそう、また助かれって言ってるわけだからね、うん、っていうことですよね。そうなんです、うん、はい、だからもちろん日本だけにとどまっているとわからないこともあるんでね、まあ、僕らはこうやってバリ島に会話していただくことで、はい、うん、やっぱりこう自然のありがたみとか人のつながりのありがたみ、うん、いや本当の食べ物って、はい、こういうもんだよ、はい、自然が育てたものなんですよ皆さんね、うん、本当にありがたい食べ物って自然の海が育んだとかね、自然の山がね、うん、育んだものなんですよ、うん、そういうの中に生命力ね、命というのが宿っていて、うん、その中にミネラルっていうのが豊富に含まれてるんですね、うん、皆さんはやっぱりビタミンにしか興味がない人もあるだろうけれども、はい、実はビタミンだけではダメなんですよっていうね、はい、お話をさせていただいています、いつもね、うん、そうです、はい、だからもうやっぱりね、その昔を取り戻すっていうかな、当たり前に戻したしまいだけの話やねんけど、それがなかなかねやっぱりできにくいから、うん、今日僕はお子さんの教育とかね、はい、あ、やっぱり人様の、まあ、人のお子さんであってもね、みんなで地域一体となってね、指導とかさせていただけるような世の中をやっぱり取り戻したいし、はい、ね、もっと和気あいあいとしたね、人の悪口言うでなくね、陰口聞いて喜んでる楽しんでるやつもおるけど、はい、そういうのもやめにしようよ、ね、うん、僕はまあ日本に向けてはそういうふうに思ってます。そうですよね、うん、まあ、ソーシャルでどんどんね、はい、こう魚風のなんかとか、はい、ね、チョコレート風味のチョコレートとかも、はい、もうすでにあるから、ね、ありますもんね、はい、それをチョコレートあるじゃん、スーパーに行ったらあるじゃんっていうふうに見るけど、違う、含有量 10% とか ね、もうむちゃくちゃなってきて、はい、だから何でも薄くしていきながら、人工的なもので、うん、ほとんど栄養素のない野菜とか、だから命をいただいてるんだっていう、本当にね、感覚が今薄らいだことによって、うん、そういう方向性がもうね、当たり前とか必然になってきてしまってる、これは恐ろしいことですよ、ね、僕たちは、ね、植物からでも命をいただいてるわけで、ね、やっぱりそこを分けていただくということにはやはり感謝が必要で、その感謝が薄まったことで今日の事態に、まあ、至ったわけです。だからもう一度今一度ね、毎日日々感謝をね忘れずに進めていくことが、僕は人としてというか、まあ、まあ生き物としてね、当たり前じゃないかななんて思っています。そうですよね、だから食べ物がなんか単なる空腹を満たすための装置みたいになり下がってしまうと、そんなんじゃ全然ダメですね、はい、長生きできないですよ皆さん、ね、感謝もありがたみもないみたいなね。そう、いや本当にそう。だから山行きゃさ、生理とかなんとかもいろんなものを分けていただけるわけで、はい、そういうことにやっぱり感謝のできない人は、うん、自然的にやっぱりスーパーで買い物していただくみたいになるんですよ、はい、でそしたら、まあ、病気になったりね、入院を余儀なくされたりして、うん、長生きはできませんよっていうね、お金も予算いりませんっていうことなんですね、はい、だからまあ日本でもね、本当に今若い子たちでも村づくり頑張っててね、うん、自給自足していきながら、ネットワーク築いていきながらね、何、はい、かあった時に受け皿になろうということで、うん、本当に一生懸命されてる仲間、はい、僕らの周りたくさん、はい、たくさんある、うん、あるんですよ。でもね、本当に兄貴のところにも日本中のね、そういった志ある農家さん、うん、はい、今来てます、業やってる方、はい、ね、そういった日本を何とかしたいって思ってる方、うん、本当にたくさん来られてるんですよね、うんうんうん、やっぱりそういった方たちをやっぱ束ねていきながらね、はい、手をつないで力を合わせれば、何、うん、かあった時でもやっぱり日本人、僕乗り越えるだけの力はまだまだ、はい、あるある頑張ってますよ本当に ね、僕の友達の仲間もね、先輩方も頑張っておられるしね、うん、若手でも頑張ってる人たくさんあるんですよ、うん、だから悔しいんですよ、要するに ね、うん、いや巻き込まれたくないよね本当に、うん、ぜひね、まだまだ手遅れになる前に、うん、
まだね、お年寄りの方で、そういった、ね、生きた知恵を持っている方とかね、うん、そういったたくさんいると思いますので、うん、そういう人たちが教わる機会、チャンスって、はい、もう本当に残りわずかだと思いますので ね、皆さんね、やっぱり僕、先輩方が目の黒いうちにね、はい、いや、本当にいろいろ教えていただけることはね、やっぱりもう本当にね、うん、吸い取りたいぐらいや。そうですよね、はい。ぜひそういったものを我々が継承して、はい、次の僕たちの子供とか孫の世代に、ね、はい、ちゃんとした知恵を渡していくっていう、これ我々の大切な義務ですよね。義務やね。はい。うん、ということでね、まあ、こういったお話ね、まあ、これからもどんどんお届けさせていただいて、うん、まあ、僕いつも言うんですけど、兄貴リゾートライフね、はい、入っていただくと、まあ、このバリ島にもね、こうやって足を運んで、おいでおいで、みんなで遊びにいらしてください。こういった実情とか、うん、まあ、日本の皆さんも今ね、こういった二足のあれで三足のあれで、うん、バリ島のこういった場所でもね、いろいろ学んでいき、だから何かあった時にはここでもねっていう、ね、そうそう、おいでよっていうね、うん、はい、まあ、そういったつながりがあるとね、うん、皆さんが何かあった時にもね、はい、救われる命ね、まあ、そういったものたくさん皆さんもね、なんか賄っていけるような、はい、そういうこともあると思います。ぜひね、兄貴リゾートライフにも加入していただいて、僕もメンバーで活躍しておりますよね。はい、ぜひね、またご加入していただいて、うん、バリ島の方にもね、お待ちしてます。遊びに来ていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ということで、本日はバリ島より兄貴にご参加していただきました。今日もどうもありがとうございました。こちらこそお気に。皆さん、チャンネル登録お願いします。はい、チャンネル登録よろしく。ありがとうございます。はい、借金丸けで死にそうな僕が、たった数年でここまで来れた。無意識の蓋がパカッと開く瞬間がある。本当に皆さんが得たいもの、人生で味わいたいものっていうのをね、さらに明確にして、人生の目的を基準にぐるぐる回り出します。もう完全版です。これがもう僕の今の全て。ぜひね、これに関わった皆さんがよりハッピーになってね、あのプログラムで人生変われたよっていうところまでイメージしてね、必ず人生が変わるって僕は決めてます。